1990X年、世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。荒廃した世界の中で、豊かな資源が存在する場所、奇跡の町エデン。放浪の末たどり着いたのは、北斗神拳伝承者ケンシロウ。俺は最後までユリアの心をつかむことができなかった。ユリアの中にはいつでもお前がいたからだ。だがユリアはもうこの世にいない。何？俺が欲しかったのは力でもマッチでもないユリアだ。奇跡の町に向かうの？ああ、ユリアを必ず探し出す。しかしエデンは、暴力によって支配されていた。おい、お前剣士だな。私はこの町エデンの統治を任されているキサナと申します。聖女と呼ばれる謎の女キサナ。あなたはこのエデンで何を望みますか？俺はこのエデンにいるユリアという女に会いたい。新たな北斗を体感せよ。新たに紡がれる男たちの戦い、北斗神拳を使いこなし飛行アクションを決めろ。原作おなじみの北斗神拳が多数登場。異種真空派、ガンガン量産派。北斗百裂拳、死闘を乗り越え能力解放。行くぞケンシロウ。修行を経て技を習得。北斗が如くならではの遊びも満載。痛いよ。どうぞ。荒野を探索してお宝をゲットしろ。なんだこのゲームは。こんなお宝もゲットできるぞ。懐かしい。こんなケンシロウ見たことない。究極の世紀末ライフ誕生。龍が如くスタジオが送る
たなる救世主伝説が。かかってこい。受けてみよう。幕を開ける。北斗が如く。